県立大学犬塚ゼミです。よろしくお願いいたします。テーマは父親と母親が支え合う対等な関係を目指す探究科学プロジェクトです。発表時間の関係でスライドの説明を一部割愛させていただきます。ご了承ください。発表の流れはこの通りです。続いて調査の目的です。静岡県における男性の育児休業取得率停滞の原因を分析し、当事者の声をもとに男性の育児休業取得率向上に向けて、私たち学生の視点から政策提言を行うというものです。また私たち犬塚ゼミのテーマであるジェンダーを生かした調査をしたいというふうに考えました。続いて調査概要です。静岡市女性会館にご協力をいただき、できるだけ多様な業種、雇用形態の男性とその妻15名、育休制度のある県内企業の就業者6名、静岡経済研究所をはじめとする有識者2名にインタビュー調査を行い、育休取得における困難の背景を探りました。調査日程はこの通りです。また、1に関しては調査票調査を行い、個人の属性に関する定量化された情報収集を行いました。で、今回調査を進めるにあたり、男性の育休取得率を低める要因として、すでに立証されている代表的な説を5つ取り上げ、これらをもとに調査を行いました。説1から5の説明かご確認ください。続いて調査方法です。対象者22名それぞれにインタビュー調査を行いました。1、2にはこれに加えて基本的属性に関する調査票調査を行いました。調査結果の諸情報を仮説1から5に適合するか検証し、その結果丸5を除く1から4の説が当てはまりました。そこから明らかになってきた静岡県の男性育児休業取得率に関する現状と課題を私たちは以下の3点にまとめることができました。これらの色分けは先ほどの説に対応しているとご理解ください。1、長時間労働による男性稼ぎ手方労働環境観光、こちらは職場環境説に対応します。インタビューの中で職場での意識に関わる意見が多く出ました。この3つは主に上司の育休に対する理解がないという問題です。また長時間労働が評価に大きく関わるという評価基準の曖昧さも問題してきます。この2つは職場における観光など会社全体の問題、そして、いざ育休を取得しても、職場復帰後は育児に参画する時間がないなど、長時間労働に起因する現実が指摘されました。2、ジェンダー格差による夫の家計貢献度の高さ。こちらは相対的資源説に対応します。夫の家計への貢献度の高さゆえに、夫の収入に依存した家計となり、そのため夫は仕事を休めず、育休日数が減るという事態に陥ります。今回の調査で興味深かったものが次のスライドです。このグラフは夫の家計貢献度の高さが招く結果を顕著に表しています。縦軸が夫の育休取得日数、横軸が妻の年収です。妻の年収が低い、つまり家計貢献度が低いほど夫の育休日数が少なく、妻の貢献度が高いほど夫の育休日数は多いという結果が得られました。この結果は後ほどの発表にも関わってまいりますので注目していただきたいポイントです。3、妻とその実家に依存した育児の現状と限界。こちらは代替的マンパワー説に対応しています。こちらは育休取得日数が少なかった対象者の意見です。妻の実家が近かったり、実家の力を借りられる家庭は夫の育休日数が少なくなっています。しかし、今後はこのように親世代の就業率の高まりや高齢化によって代替的マンパワーを頼ることができなくなっていくので、夫が育児の主体となるために男性育休推進が重要となります。
策定源はこちらの4点です。1. 男性社員管理職育休取得義務化推進企業への支援制度。育休を推進していると謳っている企業でも実際には出産後の配偶者休暇や有給を空けているという現状です。インタビューの中でも男性社員の育休取得を義務化しない限り有給にとどまってしまうとの意見もありました。これらを代用するのではなく義務化すること、特に上司の育休取得を徹底することで同僚の取得より 2.5 倍の影響力を与えることも分かっています。こちらは東京大学山口先生の研究結果です。例えば私たち犬塚ゼミが提案する制度はこちらです。育休取得者を輩出した企業を表彰し、取得者数や推進の程度を数値的に確認し、一定数を超えた企業に補助金を与えるという制度が効果的と考えます。育休取得社員の所属する部署に直接配当し、仕事量の増えた社員に還元できると良いでしょう。また数値を確認し、万が一一定数に満たなかった場合には剥奪可能なものとするとし、企業に努力してもらうという狙いです。丸に時短偏重に変わる多様な働き方の導入支援施策。時短は育児との両立がしやすい面もありますが、あくまで女性が育児の主体という前提の話です。子持ちの女性には重役は任せられないといったマミートラップに乗せられることもあり、女性のキャリアが育たないという問題があります。そういったことがないように働き方改革をすることによって、女性だけでなく男性も育児と仕事の両立がしやすい環境を作ることが重要です。3. 両立支援にとどまらない女性のキャリアアップ支援。先ほどグラフを用いて女性の家計への貢献度が上がれば男性も育休取得しやすくなるという結果をお伝えしましたが、そのためには男性ばかりに目を向けず女性を取り持つ環境を改善することが重要です。女性の雇用安定、男女の賃金格差や M 字カーブの是正、女性の正社員化によって女性を役職につけることによって女性の雇用長期化を狙い、また女性の管理職を増やし上層部の育休に対する理解を高めることで今後の男性育休取得者数を増やすことにつながると考えます。 4. 育休制度周知の向上及び情報集約提示方法の改善。インタビューでこのような意見が多く出たので、これらを改善する方法として、まず子どもができたら必ず交付される母子手帳と一緒に QR コードやアプリを通して育休に関する情報が集約されたものを提供すること、また育休情報を掲載した社内広報誌を作成すること、制度の情報だけでなく男性社員の育休体験談を掲載するなど身近な事例を挙げることで男性社員の当事者意識を向上させることが期待できます。またこれらの周知にあたって親世代などの代替的マンパワーには限界があるということをアピールし、男性の育休の重要性を認識させることが必要です。以上で発表を終わります。提言いただきどうもありがとうございました。非常にですね、仮説を立てて、検証、そして、提言という流れで非常にシンプルな構成で、非常に分かりやすかったと思います。ありがとうございます。そういった中でですね、ちょっと個別に、ちょっとコメントさせていただきますと、まず、現状の課題とこういうところの3ですね、妻その実家に依存した育児の現状と限界とこういうところなんですが、本当におっしゃる通りですね、今核家族化というところの進行が整いましてですね、やっぱり近くに両親がいない、そして65歳の定年に関わらず、60歳の定年、65歳に伸びて、それから65歳以上でも働いている、方が増えている中でですね、やっぱりなかなか、おっしゃるとおりですね、両親の手は借りられないという悩みがあると思います。でただ一方ですね、現在の課題としては、さらに一歩進んでいまして、やっぱり晩婚晩産化が進むことによって、ダブルケアの課題と
というのも出てきているわけですね。やっぱり30代後半から40代の働き盛り、そして子育て期に関わる、男性も女性もですね、場合によっては自分の両親の介護も必要になってくるというような現実も今迫ってきてますので、その辺を踏まえて一つちょっと提言を踏み込んでいただけたらもうちょっと良かったのかなというふうに思っています。あと政策提言のところの1の、男性社員管理職の、育休義務化推進というところなんですが、これ実際にいくつかの企業が義務化に踏み切ってきていましてですね、やっぱり一定の効果を上げてきています。非常にいい提案だと思います。でそれに加えてですね、何がいいかというと、やっぱり部署に対する、補助金というかですね、ある意味インセンティブを設けている、やっぱり育休を取得する、これ男性も女性もそうなんですけれども、やっぱり周囲の目を気にするわけですね、管理職だけではなくて同僚の目を気にするという方が非常に多い中で、こういった一つのインセンティブがあることによって、だいぶその辺の負担感というのも緩和されるんじゃないかというふうに思います。これは非常にいいと思います。で政策提言の次にですね、時短延長に関わる多様な働き方の導入支援施策というところなんですが、これ非常に踏み込んだ内容だなというふうに思ったんですけれども、時短勤務の廃止とこういうところ、これ一つのですね、解決策ではあると思うんですが、逆にこう働く方の選択肢を狭めてしまう可能性もあるのかなというふうに感じています。キャリアを目指してバリバリ働きたいという女性にはもちろんいい制度だと思うんですけれども、そうではなくてやっぱり子育て期においては子供といる時間を少しでも長くしたいというようなニーズももちろんありますので、そういった方々のニーズも捉えるような提案になったらいいと思います。なので逆にここで必要なのは、子育て期において、労働時間をセーブした人が子育てが一段落した時にまたキャリアに戻れる仕組みというのを作っていくと、さらに良い提案になったんじゃないかというふうに思います。はい、あと政策提言4のところですね、育休制度の周知、情報集約提示方法というところなんですが、これも本当に必要な策だと思います。でただですね、ちょっとここに、記載いただいた内容というのは、おそらく多くの自治体さん企業が取り組み始めているところでもあると思いますので、ちょっとそこを補うような、もうちょっと一歩踏み込んだような内容があったらなお良かったのかなというふうに感じています。とはいうものですね、実際皆さん直接、子育て中の方々ですとか、そういったところに、足を運ばれて生の声を拾ってこられたというところで、非常に意味のある意義のあるですね、内容だったと思います。そしてですね、男性の育休取得に関わらず、その両輪である、女性の活躍推進というところまで踏み込んで、ご提案いただいたというところが非常にいい提案だったというふうに感じています。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回は産休パパ普及促進のための提言をいただき本当にありがとうございます。行政の担当者もですね、うなるような具体的な、実践的な提案をいただいたと思っています。本当に、ね、大勢の方にこう生の声をこう聞いていただいている。で一つすごいなと思ったところは、男性が育休を取らない理由を、言われている、有力な説、これをまず検証していく。でこういうやり方って限られた時間の中でですね、手間を省きながらですけど、先人の知恵が積もっていて、その先から始めるっていうのはより高いレベルに到達する本当にいい方法だなというふうにお話を聞いていてですね、実感をしました。で、父と母、いわば家庭内の課題について、突き詰めてこう調べて仮説を立てていったら、答えはどうも職場の現場、働き方だとか、あと家計の状況も含めてですね、ここに大元があるぞというところ、肝の部分を、掴んでいくという作業の流れに本当に分かりやすかったと思います。で、複雑な、ね、論点を見事に整理されているという点で、県や市や企業の方、今日本当は、ね、来ていただきたかったんですけども、にとっても分かりやすいものになっているなというふうに思います。で今後若い皆さんですね、自身の職業選択だとか、会社選び、配偶者を選ぶかな、そういった活動を通じてね、次の時代を確実に変えていくんだなというふうに期待をしています。
ね、皆さんのような深く、仕事や家庭や子育てを、考える若い人たちがロールモデルになって、次の時代に、作っていくんだ、変えていくんだなというのが実感として感じられました。静岡県立大学、国際環境学部犬塚ゼミの皆さん、ご指導いただきました犬塚先生はじめですね、9月から、調査研究ずっと関わっていただきまして、静岡県の産休パパの普及促進のために活動を努力していただきまして本当にありがとうございます。